どうも、ついちゃんこと、ついのぞみです。こうです。イエイ。はい、今回はですね、今流行りなのかな、ちょっとね、あのノアが最近友達とやっていて、あ、これすごい可愛いと思ったものがありまして、今回はね、それをちょっと真似してやってみようかなと思います。題して、手形アートートバッグです。はい、ということで、あのまあ可愛くうまくできるかわかんないんですけど、早速やっていきたいと思います。それではスタート。辻チャンネル、さあ早速ね、始めていきたいと思います。まずね、用意するものはこの無印に売ってるトートバッグ、トートバッグと、あとは絵の具を用意します。イエーイ。それではね、早速始めていきたいと思います。まずは絵の具を出します。できるかな、こわさん、こわさんにできるかな、怖いな。これを開けます。ちょっとね、ノアさんのね、絵の具を借りてきました。できるかな、こわちゃんにできるかな。まずは色をね、いい、笑ってる、ちょっと待って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 、待って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 、分かったから、やらせてあげるから、あいいやいいや、分かった分かった、赤でいこう。じゃあコアちゃん、コアちゃん、ここお水ちょんちょんしちょんちょんちょんってして、やばいな、パンして、ここにパンするからね、せーの、ピン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 、待ってよ待ってよ、くすぐったいよね、いやー、真っ赤っかだな、ぬり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 、うわー、ぬりぬりします、わー、そしたらここに、はい、いくよ、せーの、パン。そうだ、上手、こんな感じで、かわいい、よし、じゃあ手手洗いに行こう、バイバイ。はい、それではね、今コアがお昼寝に入ったので、もうゆっくりちょっと私の手形をね、取って作って完成させていこうと思います。私は肌色と茶色、ちょっとできるかわかんないんだけど、できるかな、こんな感じ、いきます、ここら辺、ここら辺に行くよ、せーの、ピュン、せーの、よし、いけた、これいけたのかな、私の手形ができました。そしたらここからちょっとね、あの調整して可愛く仕上げていってみようかなと思います。イエーイ。とりあえずこんな感じになったんだけど、可愛くない、可愛いと思うよ俺は、可愛くないよこれ。じゃあそうちゃん、これ学校持ってってくれる？やだ、それはやだ、それはやだ、それは恥ずかしいです。え、ちょっと待って、これさ、絵の具で描こうとするからいけないのか、ペンで目を描けばよかったんじゃない？確かに、私が思ってたものと違う。え、ちょっと待って、これめちゃくちゃいい感じなんだよな、コアの手。これはこれで置いといて、もう一回やってみる。いきます、せーの、
きます。押せたはず。せーの。こんな感じ、こんな感じで手形が取れましたので、ちょっとね乾いてからパーツをね描いていこうかなと思いますので、ちょっとねまずこれが乾いたらパーツを作って、ちょっとコアのお昼寝から起きたらここにねちょっともう一回やってもらおうかなと思います。いやー難しい。リボンはいける気がするのよ。じゃん、こんな感じで土台ができたかなって思うので手を洗ってきます。さあではね、ちょっと目を描いていってみようかなと。できた。でちょっと目の中白くしたいので、白をどうよ。こんな感じでもうね、可愛いのか正解なのか不正解なのかもちょっと分かんないんですけど、どうだろうこれでもまあまあまあ可愛いんではないでしょうか。いいじゃん。せーの、パだよパ。せーの、パ。あー、すごい。せーの、パ。ちょっと待って。できた、できた。すげえ。いけてんじゃん。上手。こんにちは、上手。さあ、ということで、こんな感じでバタバタと完成しました。かわいい。もう最初はねどうなることかと思ったんですけど、私の手形とコアの手形で完成しました。ちょっと思ったより可愛いと思います。どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。はい、ということで今回はこんな感じでね、手形アートのトートバッグ作りに挑戦してみました。まあ最初はね失敗しちゃってどうなることやらって感じだったんですけど、こんな感じですごく可愛く思い出に残るトートバッグがね作れたと思うので良かったなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok もやってますので、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。